ございます。ごめんなさい、遅れました。チャーミーさん、ありがとうございます。おはようございます。ツーモさん、ありがとうございます。おはよう。白玉さん、ありがとうございます。大崎上島のカズさん、ありがとうございます。美白、なんか白いですよね今日。寝落ち、あら。夏みかんさん、ありがとうございます。そう、今日はいつも配信の後寝てしまうけん起きようと思って。渇望の福王さん、ラムノさん、ありがとうございます。雪だるまなんておったっけ。2月のギフトって何なんですか。おはよう。修二さん、ありがとうございます。雪だるまか。おはよう。陽平さん、ありがとうございます。おはよう。お仕事、いってらっしゃい。マウチューさん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。アキラさん、ありがとうございます。朝起きて褒めて、えらい、さすが。ひろくんさん、南蛮のいちご屋さん、ありがとうございます。ツインテダルマなくなってね、寂しい。おはよう。コロイチさん、ありがとうございます。カズキさん、ありがとうございます。これから二度寝します。あら、2月10日行かない。なんでなんでなんで。カープさん、イシケンマシンさん、コロイチさん、ありがとうございます。おはよう。お仕事、あー、お疲れ様です。おはよう。セリアさん、ありがとうございます。2月13のイベントお邪魔するね。お、待ってます。うちはありがとう。気づいたらこんな時間になってた。ずっと起きてたの。2月10日行く、待ってます。ありがとう。可愛いですか。寝てない方が多い。7時、グッドモーニング、おはよう。自分も結構遅寝だったけど、遅寝だった日は起きてるんですよね結構。24日のスタジオ公演当てたいな。お、来てほしい。ウヒルダさん、ありがとうございます。ファンレター送ったかもしれない。あ、読んだかもしれない。2時間半寝て微妙にきつい。あ
あるある。うーん、握手苦手だけど行ってみたい。お、握手会がね、赤のハリさんありがとう。おはよう山形。お、さくらんぼ最近言ってなかったんですけど好きです。あは、なんで言えてなかったんですか。最近昼夜逆転しんどくて泣いてる自分も。じゃけん今日からきょうちゃんと戻そうと思って。一緒ですね。コロイチさん、デサイズハートさん、ありがとうございます。おはよう。千葉にゃんさん、ありがとうございます。お手紙読んでますよ。おはようございます。もちろん。おはよう。清弘さん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。今日あったかい？うん。暖房ガンガンしてる今。カフカ迷ってる。なんで？使っているんだ。ところで彼女はいるのかしら。え、多分広島も寒い。3月10日に初めて、ありがとうございます。だってだって Are you ready again? だんだん好きになってく自分の予想以上に。うん、二度寝してしまって未知のショールも遅れてしまった。おはよう。遅れてないよ。もっとあなたの、もっとあなたのことを知りたい。ワクワク。だんだん好きになっていく。自分の予想以上に誰よりそばにいたいの。ちょっと気まぐれかもね。ほんのか。おはよう。清弘さん、デブニアさん、良平さん、ありがとうございます。気になる転校生っていう歌です。ご機嫌みつきちゃん、そうなんだよ。おはよう。全然ニックネームはみつきが自分で言えなくて、ちっちゃい時みちゅって自分で言ってたからそのままみちゅ。15シングルの握手募集始まった昨日の18時からですね。今日の13時に一時受付が終わるので、ぜひ福岡とかあるけん
知りたいワクワク。美月っていう名前の由来は、あのディズニーのあの主人公の名前からっぽい。8月9日しか行けない。あ、ごいしょっと、やばいやばい、こりゃあれじゃ、二度寝コースじゃ。二度寝コースや、こりゃ。朝の駅で斜め前にいつも見かける、学生服のあなたがいる。俺はそろそろ寝ます。直さないの。まあそういうことか、夜起きとったってことですもんね。バイトとかぐっすりしてください。スタジオ公演の当選発表を当たってますか。おはよう。学校とか名前さえもわからないけど、アニメ見てただけ。わかる、でもわかる、わかります。日本語喋ってるよ。はよう。おはよう。寝坊した。おはよう、ごめんなさい。大丈夫です。眠れない夢を見た。つらい。わからないけど、なんちゃらららな、ドキドキする、いつか笑った顔がとても素敵で、ダダ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 ダ、私の秘密、ダンダダン、7時12分の初後まで近づけない満員電車、7時12分の2両目であなたしか見れなくなる、遅刻はできない雲、尊い雲、光、何それ。握手会申し込みました、ありがとう。大事かに子守歌になっち、眠れそう。またね、いってらっしゃい。この病、君はつらい。ジャンミさん、ブタドーマンさん、ありがとうございます。あはー、そういうことね。遅刻しそうなんですが、大丈夫？大丈夫ですか？あ、全部全部君のせいかも。
二度寝。おはようございます。この世界はまるで地獄だね。いつもとは違う影ぼちぼち。自由投稿、そっか、時期的にってことか。福岡申し込みました、ありがとうございます。 Thank you。 おはよう。カズチンさん、ありがとうございます。こんなにも世界が憎うらしい、こんなにも世界が憎うらしい、イエイイエイ。だったどうかしてるよね。どれしようかな。最近道配信はずきループで見てる。ほんとよく見える。いやん、恥ずかしい。ドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン。うざつつつつつ、うざ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 。まぶたが重そう。嘘、ちょっとあれあれ、ちょっと腫れてる。うん、何、むくんでるんかな。マジで煩いそう。ごめん、違う違う。はずきループ踏んでも壊れないのすごいよね。ね踏んでみたいよね。全然眠たくないんですよ自分。ちゃ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 、おはよう。もう寝ようよ、おやすみなさい。本当に眠くないんですけど。レムニアさん、ありがとうございます。ハズキループってすごいね。でしょう、でしょうじゃないけどテンション言うとか、そう、テンションがおっとりしてるだけよ今。そうよ、あずきルーペ使ってみたい。今 STU 公式サイト開いてるみちだった。ああ今日みちらしいですね。ね、今ちょうど目が覚めた、すごくない？今ちょうど配信中だから、イエイイエイ、見なきゃ。 STU メガネキャラいないね。私がなろうかしら。はずきループをかけると、めっちゃ
これに何か入った。メガネかけんけんさん、かけ方がわからん。似合ってますか？誘導線に見える。ふー、キクさんありがとうございます。ハズキルーペどう高いの？どういうキャラになろう。めっちゃゲームしてそうじゃないですか。マモっぽい。やだ、ドSがいいです面白い。はい、見下されたい。みんな、みんな、どうです？ゆるくない？そう、部屋が映ってたから。似合ってるよ。ありがとう。お姉さんが好きなのでお姉さんになってください。お姉さんになります。なる。何個持ってるの？ここにあるのは3つですね。うーん、同じメガネ持ってる。パオパオ。マウンテンゴリラ映っちゃった。そう、やばいやばい。モーモスちゃんありがとうございます。マーセンスさんありがとうございます。おはよう。あんま書けんのよね。でもちゃんとおしゃれな人になりたい。朝から可愛いの。か、過激摂取お気に入りはこれよ。ノリがいい。ほんと、みちゅみちゅおはよう。みちゅみちゅうあ、ですか。ワイも伊達メガネ欲しいね。めっちゃ可愛いので生で見たいです。おお、握手会でしたことないよね、あんまり。おはよう。告白された。7時12分の初恋はハートまで近づけない。お久しぶり。理系すごい。そっかそっか。年検今日はちゃんと。りょうたんさんありがとう。目が痛い。痛い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 。わ、赤くなってます。
同じじゃあペン。あんまり赤くなったように見えん。直樹さんありがとう。おはよう。おはよう。法学部すごい。ケンちゃんありがとう。文系です私も。今日眠そうやな。眠たくないんですよ。めっちゃ言われるけど、もう絶対二度寝せんとか。目が痛い。目薬させたいけど下手なんですよね。健三さんありがとうございます。おはよう。下手だから配信でさせたくないんですよね。キュッ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 。目薬さすのに下手とかあるよ。めっちゃ下手なの。おはよう。はじめまして、ありがとう。チャス。あのね、ここら辺にポタポタみたいな、こう上向いてやるのにポタポタポタみたいな感じ。なっちゃんありがとうございます。パッチリ。そう、ありがとう。見つめ見つめ。目大きくないよ。うん、会えた日から。上手にできたと思ったら大体まつげ。かわいい。それは。おはよう。入る直前に目をつぶるタイプの下手。面白い。ラッシュさん、カズニーさんありがとうございます。それは面白い。まぶたから流し込んじゃう。すごい高度の技。2階から目薬してみたくない？してみたいかも。やってる方いましたよね。上向いた時口開けちゃうタイプの人。俺もわかる。わかるわかる。私も多分開いてますね。おはよう。2階から目薬目つぶるかな。目薬見えん気がする。2階からさしたらさ、いつ入るいつ入るいつ入る、ウォーみたいな。今来た。おはよう。遅いじゃないですか。今日はねワクワクしてるんだ。なんでって、なんでって聞いてます。そうそうそう、2階から目薬することで見えないからこそ目つぶらずいけるけん。おらワクワクするぞ。なんでだと、なんでだろう。へへー。今日は久しぶりに「そうデートするの」
3人で。そう、嬉しい。3人でよ。入るのあなた。そうそうそう、ウキウキ。誘ったの。そう。トロ、コッコ。トロは昨日あったんですけどね。コッコはね、久しぶり。誘われてないすねた。昨日決まったことじゃけんさ、あれじゃない。コッコもメールで明日嬉しいことがあるって言ってたから。かわいい。コッコそんな素振り見せなかったよ。嬉しいの？コッコかわいい。なんで俺に言わんの？忘れてた。ちょっと言うの、ごめんごめん。今日いつものあそこで、いつものあそこですよ皆さん。指切りゲームはしてないけど。おはよう。車は出せないけど一輪車なら出すよ。一輪車4つあります。そうそう、あそこあそこ。オッケーオッケー。おはよう。難波に買い物。いいね。竹馬なら出せる。竹馬4セットあります。一輪車で広島をブイブイ。3人担ぐやばすぎ。うん、ホッピング、ローラーシューズ、ローラーシューズ嬉しい。めっちゃ好きなんですよローラーシューズ。8歳ぐらいだったっけな、いつか忘れたんですけど、ローラーシューズをサンタさんに頼んだんですよ。そう、それでね、なんかローラーシューズの、ローラーシューズのシューズでさ、めっちゃグッグッてしてて、あのね、ローラースケートだったらね車輪がでかいんですけど、ローラーシューズはあの、もうもはや靴なんじゃないかみたいな、あの、そう、スーパーとか最高なんですよね。床がツルツルしてるからね、めっちゃ滑りやすいんだけど、本当はスーパーダメなんよ。滑ったら滑ったら。ローラースルー55なんじゃろう。ちょっと見れて元気出た、よかった。ローラーシューズでもね、その時ね 23.5 をね頼んだのかな、来たの。キヨさんありがとうございます。学校で禁止になってた。ほんと。直樹さんありがとうございます。ヒーリーズ、そうかも。ローラーシューズ大好きで、今でも履きたいぐらい大好き、本当に。ローラーシューズ欲しいって。検索してみよう。私のローラーシューズ熱がついちゃった。また。再熱。そう、友達と一緒に、同
ジローラシューズ頼んで、あの家の周りを駆け抜けてた。スタディ開始、頑張れ。ちょっと履いてみよう今日。あ、履けるかな。スタジオの公園にローラーシューズ入れればいいや。もうそれは違うやつよ。あれじゃん、出てこんな、あれじゃん。確かにキックボードもやりよった。そう、足のサイズがね入らんくなってね。ありがとう。青春時代を思い出した。青春？少女時代？今 23.5 なんですけど、多分足のサイズは一緒なんじゃけど、あのなんて言えばいいんじゃろ、めっちゃちっちゃく作られてるから脱げないように。変身とかしますね。バイチャラポありがとろ。いつも早起き、いやいやいや、感動ありがとう。28センチのローラーシューズありますか。なんかローラーシューズ、あ、面白そうさんか。ローラーシューズ、男性、大人の男性が履いてたんですよ。じゃけんなんか、あ、子供用じゃなくて大人用の普通の靴みたいなローラーシューズもあるんだって最近思って、最近ねローラーシューズのこと調べようって思ってたんですけど忘れてたんですよ、その気持ち。でも今思い出した。よかった。ああそうだ、今来ました、おはよう。そう、平たくさんありがとうございます。そうそうそう、ぺこぱさんありがとう、おはよう。ローラーシューズはね練習せんでも全然、ローラースケートはね難しそうだしね、やばそうだけど。でもローラーシューズのしすぎで、あのなんだっけ、あれなんだっけ、ローラースケートはこんな車輪で、ローラーシューズはシューズにちょっとついてる、もう見バレないくらいのこんな車輪なんですよ。こんな車輪が横に2個ついてるか、こんな車輪が縦に2個ついてるかみたいな。縦の方がスケートで、こう横の方がシューズ、あの滑るやつ、滑る競技スケートや。車輪が邪魔でこけたりしないよ、かかとについてるから。そう、なんだっけ、そうスケートの滑り方がローラーシューズになっちゃって、スケートが下手。おはよう。こうスケートってさ、シュン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 って感じのさイメージじゃないですか。右出す左出す右出す左出す右出すみたいな。バンジャラモンスターさんありがとうございます。でも自分の場合はね、右左右左右みたいな、そうちょい助走をつけて、こうこの足の体勢でシュー
トイクの。そう確かに名前読んでた。カーリング？スケートすらできない。難しいよね。そう、みゆみゆと言った。カズさん、ありがとうございます。そう、じゃけんこうシューってした後さ、ちょっと勢いがなくなってくるじゃないですか。その時になんかどうすればいいかわからんくなってみたいな。ちょっと怖いよね、ローラースケートじゃない、じゃないスケートリンク。やばいやばい、ヤッホー、ローラーシューズだよすごい朝から。ノーエマ練習してた時期。そうかも、そうでしょうね。ローラーシューズしたくなっちゃった。でも自分ぐらいの年の人がローラーシューズでさ滑ってたらどう思います？そう、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。好きになる。あいいじゃない。いいと思う、笑う愉快お本通りローラーシューズで、マジで駆け抜けたい本当に。どうしたあの子ってなる。本当また急に恋をするいいじゃない。直樹さん、ありがとうございます。大丈夫かなってなる。押し増ししたくなる私に。TWA さん、ありがとうございます。したい、本通り駆け抜けたい。でも人の目は気にしないってね。気にはするけど気にしないって決めたんですよ。変わった人いるなって思う。ミチ押すとか当たり前やんな、やんな。今日やってきてみて。ちょっと履いてみよう、後でローラーシューズ入るか。赤くなる。うん、そう、取ってあるんです。自分も最近そう、もうないと思ってたんよ家に。取ってあったけんびっくりした。学校行ってき、行ってら、頑張ってください。家の周辺、そう、最近ランニング始めようかと思って。そう、去年じゃない、一昨年の春休みにランニングしてたんですよ。そうで、なんかランニングなんかさ、始めようって思ったらさ、あの形から入るタイプじゃけんさ、あの何走る服、ランニングウェアとか腰のカバンと
かあのランニング用の腰のカバン、何ポーチだっけ、ウエストポーチとか買ったんよ。でも結局使ってなくて、受験使いたいなって。イエイイエイ。寒いけんね、寒いけんいいんですよ。日本中オートウォーク。何オートウォークって。元気出た。学校行ってくる。行ってらっしゃい。エリエリオン。あれ？飛行機の前のやつ？そう、昨日走りに行こうかなって匂わせてみたら、親にね、PM2.5 が飛んでますよって言われて、確かにそうだねって言ってやめたんですよね。自分もね、世界がね、オートウォークになるね、想像をよくしてます。100年後はって。僕も飛んでさどこら辺を。そう、やっぱり PM2.5 は、ね、やめた方がいいからね。可愛いんですよ、私のウエストポーチ。この中に入っとんじゃけどね、ここら辺に。そう、ハッシーさんありがとう。2月5日だから今日も飛んでそう。確かに、ウェアがこんな色で、ポーチが緑なんですよ。可愛くない？さくらんぼみたいで。さくらんぼも結べるか。ローラースーツ。朝晴れ知る派、夜派。夜派だったんですけど、本当は朝走りたい。あの夜派っていうか、夜しか走れなかったっていうか。その茎で輪作って中に通せば OK。 二度寝成功しました、この期間に。私のショールーム期間、夜走ると自分が早く感じない？そうかね。夜走ってた時はね、ポケモン GO しながら走りよったけんね、あれなんよね。春休みでなんかサンタの帽子かぶったピカチュウがいるぞみたいになって、サンタの帽子のピカチュウを探しながら走り寄ったけん、あんまりなんか、そう、しかも夜に人と会うとね、怖いんですよね。あと街灯が光ってる下になんか人影が見えるって思っていないけど、そう、気持ちだけで、そう、見えてしまう時とかあるじゃん。人影、そっちの人影じゃなくて、あの人の影、怖いよね夜って。僕みたいなやつがいるかもしれない。そうよ、危ない危ない。そう、コンビニが家の近くにないですもん。夜危険。めっちゃみんな火星になってる。トカゲが星になってるんですか？
研修行ってきやす、いってらっしゃい、エリエリオン。面白い、僕も僕みたいなやつがいたら怖い。怖くないですよ全然。ゴース、ゴースゴースゴース、なんでトカゲ星になるんじゃろ。トカゲみたいな顔してるねみたいに言われたらあれだからかな。皇居ラン、ランランラン、勉強戻る、頑張ってください。エリエリオン、コンビニ近くにありすぎて困る、いいな今の。かわいい、ゴースゴースゴース、ザコシショウさんですよ。テストにしばかれてくる、頑張って。お気遣いじゃないです、本当に。トカゲ、トカゲ系の顔だねみたいな言われるよ私も。あのなんだっけあれ、カマキリみたいな顔してるねとか。カマキリも星になるかな。お仕事エリエリオです。ハンマーカンマー、ハンマーカンマー、ハンマーカンマー、おはよう。ならんかった、ほんと。じゃあなんでトカゲだけ。わかんない、手が小さくて読めない。面白いよね。あーいつ今てー、あーそういうこと、ね、トカゲとか好きなんですよ自分。ヤモリ、面白いよね、誇張しすぎたものまで。爬虫類かわいいよね。ね、ティラノサウルスかっこいい。よし、今日はローラーシューズを今から調べよう。ふわふわ小動物系のイメージ、ほんと？ふわふわ、ふわふわしとこう。赤くなるんですよね。57分、やばいやばいやばい。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、満州さん。どういう顔、12位、天然ガラスさん。今目があった、うそん、キャー、はよ。11位、タニュリップスさん。惜しい。10位、まさみくん。すごい、押し押し続き。
ういう顔したらいいんじゃろ。9位アモズさん、学校行ってらっしゃい。エリエリー、ありがとう、ありがとうございます。8位直樹さん、思い切りに行こう。7位次郎吉さん、あ、6位セリアさん、5位マモルンさん、もみじまんじゅう、4位石けまじんさん、3位ラララダムドさん、2位ツーモさん、そして1位はドゥーじゃじゃん、チャーミーさん。誰もありがとうございます、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 ありがとう、またね。それではローラーポーズって何、初モノマネ、ありがとう、ありがとう、車輪。今日は遅い用事ありませんよね。うん、ねんよ、かわいすぎてしんどい、イエイイエイ。ありがとう。今日のラッキーナンバー22はルル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 ルン、じゃじゃん、りょうすけさん、ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、ありがとうございます。ねん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 、おやすみちゃん。手にも吐くのやばいよ。七並べしますか。します、します、この後すぐかは分からんけど、七並べちょっと眠たくなるんですよね。寝ないよ。おやすみなさい。いるいるよ。寝ない寝ない。ねんねんねん。ねんねんねん。皆さんは寝てくださいね。あの睡眠は大切。七並べ何時からしようかしらね。11時からちょっとしようかしらね。はい、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオン。今日のお洋服まだ決めてない、どうしよう、久しぶりだから。やばいよ、着る服に迷っちゃう。またね。今日はおはようメールを送ります。
またモバメで、モバメで。またね。頑張れ。エリエリ、おう。バイバイ。